はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサでーす。ういうい。つうことで、本日はですね、マナダイバーということで、昨日の夜、アビリティが緊急で調整されました。はい。まあ、それによってですね、正直、普通のプレイだとバフだと思ったんだよね、俺。はい、だって、このオーバートランス効果って CT12 とかで効果時間4ターンだったでしょ？で、これが、調整後はオーバートランスの効果時間が6ターン後。で、オーバートランス自体の再使用ターンって3ターン後なわけじゃないですか。つまり、オーバートランスは9ターン目まで1セット。っていう感じに変更されたわけだよね。もともと7ターン目まで1セットで状況に応じて永続するっていうような感じだったんだけど、それがこのオーバートランスの効果時間6ターンっていう風になることによって、まあぶっちゃけ普通のプレイだったらこっちの方が強くない？ねえ。ということで、今回はお試ししました。はい。まあ、一応話題になってる編成とかにも触れておきたいんだけど、まあ、それよりも、まあ、そっちより先にこっちに触れようかな。まあ、触ってみた感じとしては、まあ、かなり強かったですね。というか、リヴァイアさんの学べりが強いな。実際にどういう風になるかっていうと、まあ、まず3ターンの間、敵をぶん殴って、これはノーマルでぶん殴ります。ノーマルでぶん殴った後に、まあ、主人公がオーバートランス効果によって、6ターンの間、奥義をぶっ放しまくるよっていうような状況になりますね。うん。ほな、行きましょう。はい。例えば、こうやって振ろうとしていくと、まあ何が相性いいのかなっていろいろ悩んで、なんか EX アビリティ悩むね。マナダイバーは優秀なアビリティが多すぎる。うん。まあ今回はワイルドマギカを突っ込んだんだけど、まあワイルドマギカのための奥義ゲージを稼ぐために今回はちょっと陶器入れてる。まあ多神人でも問題ないと思うけど、今回は陶器を入れました。で、ワイルドマギカを起動させて、で、2回目の、な、この編成のすごいいいところは、2回目のワイルドマギカも綺麗に決まるところかな。まあ、ちょっと前に紹介した水のマナステル強すぎ動画上げたじゃないですか。2回目のワイルドマギカの状態の時に、奥義ゲージが 100% になるかどうかがすっごい怪しかったんですけど、うん。こちらの編成は、最後が奥義ゲージ 100%、オーバートランス効果で奥義ゲージが 100% になりました。オーバートランス効果が切れましたってなった時にワイルドマギカがちょうど上がるんだよね。そう。だから、2回目のワイルドマギカが綺麗に決まるっていうのもここの編成のすごいいいところだったんだけど、それをちょっと後で、ちょっと今紹介したいんですけど、例えばここでオーバートランス。オーバートランスは奥義バースト効果なって奥義ゲージが減らないんですけど、奥義ゲージが減らないから、マナベリ使用時の通常攻撃、通常効果みたいなのも発動するんだよね。で、奥義時に追撃？ん？奥義時に追撃？なんかマナベリ、まあ、すごいなんか出るんだよね。リヴァイアさんマナステルの追加ダメージめちゃくちゃ出るから、この状況でも通常攻撃した時みたいなアビリティダメージは発生してんだよな。ほらこれで奥義打つんだけど、例えば俺今回目、ほら追加ダメ発生した、500万ダメ発生した。奥義ダメより追加ダメの方がでかいもんな、まあ、こういう動きができるようになる。これの動きが延長長くなった。4ターン、もともと4ターンだったんだけど、調整後に6ターンになったことによって、この動きはすごい序盤が安定して動けるようになってる。うん、まあなんかよっぽど特殊なプレイをしない限り、こっち、フルオートで使うとか、古戦場フルオートで使いますとかなった場合は、こっちの方がパワーが高いような気がするね。うん、まあもちろんそれです、まあそれで済むわけじゃねえっていう、そんなんで済むわけねえだろっていう意見はもちろんわかるんだけど、まあそれはそれとして対応するのであれば、まあ意外とこういうところも逃せない部分かなとは思った。まあ春丸の武器をメインに据えてんだけど、永続のデバフを敵に付与することができるので、まあHP50% 前にこの動きをあれば安定して、デバフをね、加減の方まで突っ込めるっていうところは魅力的な部分になるのかなって思ったりもする。で、これで、もうそろそろかな。ちょっと一応フルオートオフにしとこうか。これで、
多分今回のターンか次のターンぐらいに、よいしょ。で、これがラストターンかな。これがラストターンになる。で、ラストターンで、すげえダメ出るよな、これな。やっぱ、デキ水効果、いや、リババグが強えわ。マジで。で、この状況で、奥義ゲージが減ってない状態でターンが終わるんだよね。ここはね、注目しておきたい部分。奥義ゲージが減らないよって状態が継続して、その効果が終わりました。つまり、ターン終了後も奥義ゲージは 100% で、奥義ゲージは減るよっていう状況でターンエンドするわけですよ。で、効果時間が6ターン、オーバートランス効果が6ターンまで伸びたことによって、ここのラストワイルドマギカが綺麗に刺さるようになったんだよね。ほら。だから、こういう動きができる。ラストこれ。結構良くない？ラストこの動きになりますっていう感覚は、俺はすごいいいなとは思いました。まあまあ、ここから春丸打ってもいいしね。まあ、アビリティが全部上がるんだけど。まあ、とりあえずこれでワンセットよ。はい。ビューン。今ので 3.9 億。200ヘルもこれで終わってるかな？200ヘルも4億ってなるとこれで終わるぐらいですかね。まあ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 、そんな感じで、まあ、意外とこう、使い道、普通の使い道であれば、まあフルオート、古戦場フルオートとかであれば、まあこういう動きの方が、こういう動きができるってことありまして、まあなんかマナダイバーの、強さにもなってる。変換されてもいる。こっちも、使ってもいいんじゃないかっていう風に思ってます。はい。まあ、マナダイバー、とりあえずオーバートランス効果、こんな感じだね。まあ、ワイルドマギカの2回目がすごい綺麗に刺さるっていうところと、まあ、単純に効果時間が伸びたから、1回目のオーバートランスをうまく使いたいよっていう場合においては、マナダイバーはすごい、なんか、結果的にはバフにはなってんのかなっていう感じですね。で、それ以外の部分で言うと、まあ今話題になってるのが、あれっすね。よいしょ。週末武器をメインに据えた構成になってる。まあこの、例えばなんだけど、今まで使ってた編成って、よいしょ。今まで使ってた編成って、どういう編成かっていうと、よいしょ。よいしょ。で、これで、まあこうやってウーノに TA 確定させて、こんな感じよ。で、主人公が虚偽と砂術を使って、おいしょ。主人公が虚偽と砂術を使った状態で、再行動させて、こんな感じで大幅なダメージを出していく。まあ今のね、本当に何も考えてない軽い動きで 9.3 億ダメージが出てたんだけど、まあこんな感じの動きをしてたんだけど、これにマナダイバーを組み合わせるっていう構成。うん。これが、まあ今ちょっと話題になってるね。で、動きとしては、まあそうですね。これで、ちょっと待ってね。これで、まあシークレットドライアドでも、オーバートランスでも何でもいいんだけど、よいしょ。悩むよな。ワイルドマギカも入れたいもんな、これ。よいしょ。これで、まあ最初3ターンは流しますよ。最初3ターンは流しまして、よいしょ。最初3ターン流しまして、適当に超えまして、で、オーバートランス効果を入れて、シークレットドライアド入れて、まあ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 、こうやってね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 、よいしょ。これで、トン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 。で、奥義ゲージ減らないじゃん。虚偽と砂術の杖、おは探検、まあ、探検はねえから杖なんだけど、虚偽と砂術の杖を組み合わせて、再行動を付与しまくる。うん。再行動を付与しまくって、これで、
殴りまくるっていう構成、これが今まあちょっと話題になってますね。まあこれがこれちょっとじゃあ最後までやろうか。はい、これでボン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 、まあこんな感じで動けるわけですよ。でここからちょっとあのキャラクターを調整、まあ今の場合だったら、まああのルシオとウーノ、まあ一発芸、あの6ターンの間動けるっていうこのオーバートランス効果をうまく使ってあげられないので、今回はじゃあまあシークレットトライアドもありなんだよな。今回はじゃあリミランスロー、リミランスロー強いですね。リミランスロー、ポセイドン、まあ連撃系と連撃だけすごいとんでもないですよみたいなキャラクター他にいたかな。他になんか連撃がとんでもないとか追撃をしまくるとかそんなキャラクターがいればいいんですけど、ちょっとなんか今までにない感覚すぎてちょっと今までにない感覚すぎて俺がうまくいけないっていうところがあるんだけど、まあ例えばこうしましょうか。うん、例えばこうしてフルオートしたら、はい、いきます。まあこういう週末の虚偽と詐術を組み合わせることで、あれだね、週末の虚偽と詐術を組み合わせて、最高動でぶん殴りまくるっていう構成になってるんだけど、いいですね。これリミテッドランスロットと組み合わせるなら氷結レベルをなんか7にできたらなんか面白そうなんだよな。うん、氷結レベルをなんかなんとかして7にできそうだったらなんか悪いことできそうなんだよな。おいおい、これで奥義ぶちかましまして、いいね。1ターン目これでしょ、で2ターン目これよ。いや、学べりミスってんだよね。学べりミスってた。3ターン目いいダメ出てます。でここからオーバートランス、オーバートランスは奥義即時発動可能効果であって奥義ゲージ 100% になる効果じゃないんで、まあ、どう違うのかっていうと、こっちは、虚偽と詐術の奥義ゲージ上昇量マイナス 100% の効果を受けないんですよ。そう。だから別に多神人とか不要で奥義ゲージが 100% になる。で、そこからこうやって、ぶん殴り続けることができるので、ふい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 。そう。まあ、こうやってぶん殴り続ける。てか、ま、最高度ついてるからリミランスの意味ねえや。気づくのが遅すぎた。そうだ、最高動とリミランスロ相性悪いんだ、私忘れてました。まあまあ許してもらおう。これでシークレットトライアド結構優秀で、あのまあこの状況中にこの状況の中にあれだね、追撃効果を付与できるシークレットトライアド、まあ結構便利だから、ワイルドマギカと悩むんだよね。ワイルドマギカも悪くないし、シークレットトライアドも悪くないから、ちょっとどう使おうかなっていう感じだね。はいはいはい。これで、今7ターン目。さあこれで、まあ、あの他に、ゼタなんか相性良さそうだね。ゼタって、あの1アビ2アビと3アビのなんかタイミング結構ずれるから。まあなんかそのあたりで、まあ最高度ついてても特に腐りはしなさそう。ポセがいいの、ポセは必須かなこの構成。この構成ポセいいね。3アビのイストミアの効果があるから、弱体耐性アップ効果と強化効果無効化されない。3アビのイストミアで序盤の動きも耐えられるし、この動きすんだったらポセは必須枠とは言わんけど、まあマストかもしれない。入れるとしたらサポートアビリティで通常攻撃が3分割 TA 確定で火力自体も高いし、3アビでガード効果もできるし、で1アビで永続デバフもできるからポセ強いな。これ
はい、ということで、まあ、その後最後に奥義を打ってターンエンド、10ターンの動きだね。で、今ので 4.3 億ダメージ。もう絶対ランスロ抜いた方がいいね。絶対ランスロ抜いて、まあ、なんか誰かしら TA 確定なりなんなり優秀そうなキャラクターを突っ込んだ方がいいと思うけど、まあ、今ちょっとこの動きが話題になってる。虚偽と詐術持った杖やばくねっていう。何にせよ、奥義を連発するっていうその構成から、まあ、トランス、オーバートランス効果を入れる場合は、ね、主人公の杖探検の奥義効果、が今なんかいいのないかなって注目を浴びてるかなっていうような状況ですね。まあ例えばだけど、このレルアバドを入れたら全体 HP 回復があるんだけど、全体で HP を回復しまくってもいいし、うん、まあそういう感じでですね、まあいろいろとこう使い道、杖と探検っていう構成で悩むのも楽しいかななんていうふうに思ったりもしますね。うん、はい、ということで、まあ、今回の、オーバートランス調整なんだけど、まあ別にその調整自体が是か非かっていうのは置いといてね、とりあえず調整されたことによって、まあ、逆に古戦場フルオートとかだったら、まあそういう10ターン締めみたいな動きができそうなので、まあ戦略の幅が、まあ、別の部分に伸びていったのかなっていうふうに思いました。はい、まあ変わっちゃったもんはしょうがないんで、うまい具合に、対応していきたいですね。例えばだけど、アルセーヌ入れたら敵の CT を盗みまくれるよとかね、敵の特殊技毎ターン打てませんとか、まあそういった動きとかも面白いかななんていうふうに思います。皆さんのなんかこれいいよみたいなのあったらコメント欄で教えて。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。